皆さんこんにちは、アパレロです。今回ご紹介する商品はパタゴニアのイスマスジャケットをご紹介していこうと思いますので、ぜひぜひ最後までご覧いただければと思います。ということで、いつも通りね、素材やディティールから簡単にご紹介していこうと思うんですけども、こちらは暖かい河川のインサレーションを施した悪天候対応型のシェルとなっております。シェルはポリウレタンコーティングと DWR という耐久性撥水加工を施したリサイクルナイロン 100% の素材となっておりまして、リサイクルポリエステル 100% のタフタの裏地がついております。前のジッパーはフルレングスのフロントジッパーとなっておりまして、外側に隠しスナップ止めストームフラップと内側にもストープフラップが備えられておりまして、襟は顎への当たりがこう快適な肝ジャージの裏地がついておりますので、顔に当たり部分もね、非常にストレスなくお使いいただけるかと思います。また調節可能なフード、取り外し可能なフードとなっておりますので、まあ、フードがねいらないよって方は取り外していただいて 2way で使えるっていうところも嬉しいポイントかなと個人的には思っております。またインサレーション入りのフードはフォーム入りのつばが備えられておりまして、悪天候でもしっかりと視界を確保してくれます。ポケットは左のね胸の内側のジッパー式ポケットっていうところと、こちらねヘッドフォンのコードに対応しております。フラップ等隠しスナップ止め付きポケットが2つ付いているのと、手の甲側に肝ジャージの裏地を施したハンドウォーマーポケットは横からもねしっかりとアクセスが可能なところとなっております。調節可能な袖口ですね、こちらスナップ止め付きの調節可能な伸縮性のある袖口はソフトな肌触りで温かさが封じ込められて、しっかりとここから冷気の侵入というところも防いでくれます。また裾に関しましては2箇所で調節が可能なドローコード付きになってますので、まあ、こちら絞っていただくと裾からのね外気の侵入というところが防げるのと、まあ、丈の調節というところもこちらのドローコードがあることによって非常にねバランスが取りやすい形となっておりますので、まあ、その辺はね身長に合わせたりとか、まあ、パンツの太さであったりとか、まあ、着たいシルエットに合わせてドローコードの調節が可能というところも嬉しいポイントなんじゃないかなと個人的には思っております。まあ、本当にデザイン的にもよりスタンダードな形のジャケットとなっておりますので、まあ、秋冬これ一着あれば非常にね流行り廃りない感じで、まあ、様々なコーディネートにもしっかりと対応してくれるデザインなんじゃないかなと思います。まあ、個人的にはねフードなく、お使いいただいても非常にかっこいいデザインかなと思いますし、もう本当に飽きのこない、シルエットなんじゃないかなと思います。でこちら実際着用してみたんですけども、163cm 54kg で今着用が S サイズを着ております。今回ちょっとね S サイズのみのご紹介にはなるんですけども、まあ僕の身長とかでしたら全然 S サイズでも余裕でこの程よくゆったり感でお使いいただけるかなと思います。まあ着丈に関しましてはちょうど僕の身長でお尻かかるぐらいの感じのイメージで思っていただければいいんじゃないかなと思いますが、まあ今ちょっとね着てるインナーの丈が少し長いので結構短く感じられるかもしれませんが、全然スタンダードなタイプだと思いますので、まあ、その辺は、お気になさらず大丈夫かなと思います。まあ、ポケットのねアクセスもこちらフラップのところからと、まあ、横からのアクセスもね可能で、裏地はねしっかりとハンドウォーマーがついておりますので、まあ、ポケットに手を入れていただくだけでも十分暖かさはあるんじゃないかなと思います。まあ、フロントのところはね飛翼でボタンがね止めれるようになっているのと、しっかりと、ジッパーがついているっていうところで、まあ、こちらねボタンだけ止めていただいてもいいですし、ジッパーをしっかりと、止めていただくとよりこう外気のね侵入っていうところも防いでくれますので、そういったところはね非常に機能的かなと思いますし、まあ、作りはね非常にスタンダードな、タイプとなっております。また内側にはねジッパー式の、ポケットが一つついていますので、まあ、しっかりと、最低限の収納力はあるんじゃないかなと思います。まあ、本当にね様々なコーディネートに合うって言ったんですけども、まあカジュアルでしたらもう本当にデニムとかマーチのパンとかそういった感じのスタイリングでもしっかりとハマってくれますし、まあ、ちょっとこう綺麗めな感じでスラックスと合わせても、全然ね遜色ない感じの、イメージで使っていただけるんじゃないかなと思います。またこの裾のねドローコードで丈のね調節もしっかりとしていただけますし、まあ絞ると腰回りにねちょっとこう丸みが出るような感じのイメージで、まあ丈もね
ね、あの 1センチから2センチほどは全然調節できるようなイメージかなと思いますので、まあお好みの丈感で着ていただけるっていうのも嬉しいポイントですね。で、先ほどもお伝えしたんですけども、フードの脱着が可能となっておりまして、まあ本当にあの仕様は至ってシンプルで、もうこちらのねジッパーをビーって外していただくと、まああとね襟の両サイドのところにスナップボタンが、ついておりますので、こちらを外していただくと、簡単にフードが取れるような、仕様となっております。またこちらのね止まってるボタンに関しましても、普通に着てる分にはね見えないような仕様となっておりますので、そういったねこの気遣いといいますか、まあ見た目の大事さというところもしっかりとあるような形ですね。まあフードの中にもしっかりとインサレーションが入っておりますので、被った状態でもすごく暖かくお使いいただけるかと思います。でちょっとねこちらフード取ったバージョンで着てみようと思うんですけども、まあ本当にねあの顔周りもすごくすっきり見えて、よりこうシンプルさが好きな方にはねこちらの方がいいんじゃないかなと思います。またこのねジッパーのところがねちょっと隠れるような仕様になっているのも嬉しいポイントかなと思います。こちらがねちょっとチャックの跡がね見えてしまうと、結構ねあのデザイン的には些細なことなんですけども気になったりもしますので、まあその辺の気遣いもあるんだなと感じました。まあこういった感じで結構ねスッキリめで着ていただけるんじゃないかなと思います。よりこうスタイリッシュと言いますか、まあカジュアル度がねちょっとフード取ると少し下げ落とされて、まあ非常に個人的にはこっちの方がかっこいいんじゃないかなと思いますので、その辺はお好みによって、まあフードあるなしはねしていただければいいんじゃないかなと思います。はい、ちょっとね今回簡単なご紹介になってしまいましたが、パタゴニアのイスマスジャケットですね、お値段が 36,300円、税込みとなっております。結構ね僕の記憶がちょっと曖昧なんで申し訳ないんですけども、もしかしたらちょっと値上がりはしてたかもしれないですけども、まあねちょっとね昨今どのブランドもね少し値上がりっていうところはねあの否めないとこですので、まあまあお値段はねちょっと、まあ普通のダウンよりか若干ちょっとしちゃうかもしれませんが、まあ個人的にはね流行りしたりないデザインとこの飽きのこない、シルエット、まあその辺はねすごく、ポイントは高いんじゃないかなと思いますし、まあ一つあれば本当に長く秋冬ねこう重宝していただけることは間違いない、一品になるかなと思いますので、気になる方は、概要欄の方にリンクも貼っておきますので、まあそちらからねちょっとチェックしていただけると、嬉しいなと思います。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画がいいなと思っていただければ、高評価チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。まだまだねノースペースやったり、結構ねいろんなアウトドアブランドの、秋冬の商品入荷しておりますので、まあそちらもねちょっと、少しずつではありますが、ご紹介していこうと思いますので、まあこういった商品、アップしてほしいとかございましたら気軽にコメント欄で、お伝えいただけると可能な限り、対応はしていきたいかなと思っておりますので、ぜひその辺もよろしくお願いいたします。はい、ということで次の動画までまた、さようなら。